逆光でごめんなさい。ランクル買う。皆さん今日もよろしくお願いいたします。ついにこのランクル250納車になりました。皆さん今日もよろしくお願いいたします。まずこの車納車しまして24時間が経ちました。そして100キロ走りました。私のど素人な100キロの感想をお伝えさせていただいたらと思います。まずパッと見た感じでかいです。この幅が1900を超える車っていうのは前回アルファードに乗っていたんですけども、やっぱりでかいです。駐車場を置くときものすごい何回も何回も切り替えしております。で、色は白にしました。そしてこのモデルというのは250のファーストエディションの VX のディーゼルになります。人生初ディーゼルという車になります。で、まず見た感じでかい、かつ四角形、かつなんか懐かしいという感じがちょっとします。このランクルという車、この 4WD という車は乗ったことがございません。なので知識は全然ございません。ただこの車100キロ乗りましたけれども、意外とお、なんか乗りやすいかななんてちょっと思いました。オプション触ったところはモデリスタの、もう皆さんご存知だと思います、こういう、フロントの方を入れました。そして側面は、はい、これオーバーフェンダーを入れました。これ白いやつペロッと貼りました。そしてリアの方も確かこれモデルさんを入れた記憶はございます。これがそうだと思います。あ、下にスペアタイヤがあるんだ、知らんかった。なるほど。オプションの中でちょっとこだわったのは実はこれなんですよね。これ、このオーバーフェンダーを入れるか入れないか悩んでるオーナーさんおられると思いますけれども、このボディが白そして黒で、ここに白があるので結構ね、さらにでかい車がワイドボディに見えます。それを狙いました。見た感じディーラーさんの方にはノーマルとこの僕のが並んでたんですけれども、あ、入れてよかったななんて思いました。メリハリいかつい感が出ました。で、何よりも良かったのがちょっと中ありますね。中から見た時に、はい、これリアのミラーなんですけれども、ほら、端部が白なんで結構幅がより分かりやすいんですね。これ僕おすすめだと思います。そしてボンネットなんですけれども、なんかね、こう 前がこう尖ってるというか、こう中心に向かっていくような形状に見えます。で、右端は見えます。でも左足の角、正直僕分かんないです。例えばですけれども、このゴムのパッド、ここに置きましょうか。こんな感じで、これ角ギリギリ見えるかと思います。で、中から見ますとこんな感じです。ギリギリなんですよ、ギリギリ。まあちょっと短いっていうのもあるんですけれども、やっぱり角って慣れがやっぱりいると思います。このサイズなので、ちょっとね、僕的には先は左フロントは見にくいかななんて正直思いました。そしてタイヤの方なんですけれども、これ専用のホイールらしいです。サイズは皆さんこんなん興味ないと思いますけれども、26570-18になります。まあマットブラックになってますね。まあまあかっこいいと思います。で、思ったのが、先ほどのオーバーフェンダーじゃないんですけれども、普通こういうタイヤハウスってこういう丸いイメージがあったんですけれども、ランクルはね、カクカクカクになってるんですよ。で、ほら、こんな感じ、結構こんな形状の車は初めてです。やっぱりランクルって、まあ、こういうタイヤ交換だとかチェーンだとか分かんないですけれども、まあ、手はむちゃむちゃ入れやすそうなんですよね。やっぱそういうのが狙いでこういう形状になってるのかななんて僕は思いました。本当にこのタイヤハウスのスペースはむちゃくちゃあります。でもボディがしっかりでかいので、この腰高感っていうふうには思いませんでした。で、乗り心地なんですけれども、正直この車乗り心地悪いのかなって正直思いました。で、いいか悪いかっていうと、これは人によると思いますけれども、個人的には好きな乗り心地です。好きな乗り心地がいいというよりも、まだサスペンションもね、まだ100キロですから、最初のサスのガンと最初の入りはちょっと硬いんです。そこからストロークするという感じは個人的に思います。で、高速道路なんかでいうと、こういう、例えばこんな高速道路はないですけれども、やっぱり継ぎ目なんかをしっかりカツンカツってね、突き上げ感はやっぱりあります。ところがアルファードリーいいなと思ったのが、実はこれなんですよ。シートの座った感触がめちゃくちゃいい。特にザより正の方、
ここのクッション性がめちゃくちゃいいんですよ。僕過去最高の乗り心地シートだと思います。そいつを相殺してくれるのが足回り足回りがやっぱりだんだんとやっぱり突き上げ、どっちかというと硬めの足回りになっています。もちろんこれは乗り心地を求める車ではなく走破性を求める車になってきますので、そこはね致し方がないのかな。もうそれこそ逆にランクルの乗り味やでって言われるかもしれません。で、あとはボディ形状なんですけれども、先ほど四角と言いましたけれども、四角なんですよ。むっちゃ箱感はあるんですけれども、ただ何でしょう、この角、まあここにしましょうか。やはりまっすぐ来まして、これぐらいバスッと切られてるんですよね。はい、ここも、はい、多面体っていうんでしょうか、四角形じゃなく。昔あのスネークキューブってやったことあります？あのルービックキューブのヘビ版、あれを最初の新品の時、あのほらグッと塊になってるじゃないですか。あんな感じ、なんかさらに硬そうみたいな、難しそうなみたいな、まあちょっと表現違いますけれども、はい、ここもそうですけれども、角が落とされているところが意外とまあ安心感というか、こうボディがしっかりした感のように見えます。で、この皆さん気になっているこのオーバーフェンダーフレアのところ、結構ウニウニ出てます。で、リアルよりもフロントがめちゃめちゃ出てます。このドアラインを見ていただくと、フロントなんて15センチぐらい出てるかもしれません。プラスこれがね3ミリぐらいありますので、めっちゃ前出た感があります。これがめちゃいかついです。で、当然ライトは、はい、この VX なのでリフレクターにしております。当然丸めと悩みました。いろいろ考えましたけれども、まあまあ運転したら見えへんしなと思って普通の VX のこれにしました。ちょっとライトつけてみましょうか。意外といいですよ。はい、今エンジンを始動しました。ライトをつけますと、やはりこの前のところはしっかり光っているので、特にうわリフレクター終わってるなとは全く思いません。あ、これはこれでありだなと思いました。忘れてました。ここはキーフォグにしました。黄色フォグ。まあそこはアクセント的なね黄色にさせてもらいました。エンジン音はもちろんこれディーゼルなんで、ガソリンに比べて若干ガシャガシャ音はします。でも室内に入ると実はそんなに気にはなりません。もちろんディーゼル車っていうのは分かりますけれども、皆さんそこまでディーゼルみたいな感じは意識しなくてもいいと思います。では最後に中をちょっとご説明させてもらいますと、まず窓、先ほどちょっと窓を開けて撮影してみたんですけれども、風切り音というのはそんなに気にはなりません。で、僕良かったなって思うところがここなんです。ここ何がいいかっていうと、はい、フラットなんですよ。よく駐車券なんてよくこう取ったりするじゃないですか。そういう時にここを地味に、普通の車って丸系が多いんですけれども、フラットってめっちゃ手が乗しやすいという感じ。まあそれもあるんですけれども、これが結構こう手触りというか硬さもよく、ガラスもね結構ここの位置が低いんですよ。なので、はい、こんな感じで足元が見やすいからなのか分かんないですけれども、結構全体的にリアもそうなんですけれども、はい、こんな感じでちょっとね下が切られておりまして、非常にこう視界というか足元全体が見やすいかなっていう気はいたします。そしてこのドアモールなんですけれども、ここファーストエディションで書いておりますね。こことここと硬さが違うんです。これが10の形だとしましたら8ぐらいで、例えばここのモニター前にもあります。ここはまあまあ9ぐらい。そして嬉しいのはここ、皆さん分かりますか？特に車好きな方は分かると思うんですけれども、これはい、このニーパッドっていうんでしょうか、こう踏ん張りパッドっていうのがあるんですけれども、これも8ぐらいかな。これがあるっていうことは、やっぱりアクロだとかワインディングだとか行くときに、運転するときにこれがあるとね、こういう感じで踏ん張れるんですよ。踏ん張りパッド、これがあるとめちゃくちゃ運転しやすいです。体のコントロールがしやすくなるんですよね。やっぱそういうのはやっぱりランクル、そういう道を考えられているのかななんて思いました。シフトカバーというんですかね、こんな久々見ました。これはガシャガシャガシャ、こんな感じです。もうパーキングでピじゃなく、ガチャガチャガチャでパーキング、リターン、ニュートラル、ドライブ、そしてマニュアルにチェンジができます。当然ここにも、はい、パドルシフトがございます。そしてまあ皆さんご存知だと思いますけども、こういう、はい、ここの
風の出るところなんですけども、まあ、欲しかったのはですね、ドリンクホルダーは欲しかったです。ただこれすごい、なんでしょう、ジェット機のお尻みたいな感じで、非常に作りがちょっとなんて言うんでしょう、遊び心があるという言い方がいいんでしょうか、非常になんかかっちょいいです。かっちょいいなと思ったのが、はい、こちらよくあるモールなんですけれども、ここもほら、なんかこれロープっぽい紐が埋められてるような、あ、なんかランクルって感じ、山登りみたいな感じがすごくしますこういうのはね、僕好きですね。そしてここの操作系なんですけども、非常にフラットなので、ボタンがやっぱ狙いやすい。で、先ほどのここでもそうなんですけれども、これ硬さのお話よりも、これちょっと台みたいな感じなんですよね。何がいいかなと思ったのは、こうやって、はい、手を置いて操作ができる。中空でも当然できるんですけれども、ちょっとね、添える場所があるっていうことは、僕すごくいいかななんて思いました。本当にこういう小さいもの、こういうフラットなところ、僕こういうのが100キロ乗っただけでも、あ、めっちゃいいやなんて思いましたね。で、ハンドル周りもこんな感じです。非常にこう武骨といったあれなんですけども、ボタンが一つ一つすごい物理ボタン感がめっちゃあるんですね。なので押しやすい。本当にこう、なんでしょう、アクロを走るときに操作する場合、本当に狙いやすいっていう、押しやすい、操作しやすいっていうところが、僕これいいななんて思います。そして、はい、これ顔センサーですね。ちょっとでもよそ見すると前向けって言われます。これはアルファードの時も一緒ですね。さあ、駆け足でご紹介をさせていただきました。このトヨタっていうのもいいですよね。うちの家族は、うわ、トヨタって書いてるやんって言われましたけれども、僕は逆で、僕はここにトヨタって書かれてることが、やっぱりこのランクルであったり、最強であったり、もう、なんでしょう、もうハードモード行くで、みたいな感じの象徴に僕は思えてるので、これはものすごく、気に入っております。さあ、皆さん、私はもともと、こう、バイクのね、チャンネルではございますけれども、まあ、初めてのランクルということで、今日は駆け足でご紹介をさせていただきました。まあ、あとですね、1回2回ぐらいは1000キロ5000キロぐらい走った時の感想をお伝えできればと思います。皆さんの小さな参考になれば良いかと思います。皆さん今日もありがとうございました。ではバイビー。